治ったよ。ロカちゃん。ロカちゃん。よかった。本当によかった。本当に治せたんだ。あれだけやっても無理だったロカちゃんの傷を。ロカちゃんのお姉ちゃんたち。本当にありがとうございます。どうしたのリンちゃん。私の顔に何かついてる。ごめん、嬉しくてつい。目は痛くない。違和感は、以前と変わりは。もう、大丈夫だよ。ほらこの通り。よかったー。アルタちゃんはこっちに向かってるの。うん、他に治療系能力者がいないか探し回ってたけど、さっき連絡したら、すぐ帰る。って言ってたよ。あの子もずっと必死に動いてくれてたんだからね。でもよかった。これで私たちは元通りだよ。うん、ロカちゃん。わわ。よかったー。治ってよかったー。アルタちゃん、もう帰ってきたの。当たり前だ。それはそれは全力中の全力で帰ってきたよ。こら、アルタ、あんまりくっつきすぎない。リンちゃん先生が私だけの獣にするからでしょう。仕方ないでしょ、まさかこんなにも近くに治癒能力者がいると思わなかったんだから。不運だ、当分は助手はしないもんね。本当、賑やかだ。こうやってみんなでまた集まれること、すごく嬉しい。そうだね、今日は久しぶりに盛り上がろうよ。私の錬金術、とリンちゃんの妄想、があればそれなりの会場と準備はできるよ。そうだね、それじゃあみんなで準備しよっか。そう、ロカを倒して納得させたのね。ねえ、こんな大変な時に何してんの、って思うよね。だから仕方なかったんだってば、お互い無傷だから良かったものの、だからごめんって謝ってるじゃん。ふふふ、なんか2年前に戻った感じね。2年前。そう、石化が初めてロカに勝った時。そんなこともあったねえ。それでお互い切磋琢磨して強くなって、私は今でも一生懸命だよ。私だって。そう、それでみんなすごく強くなった。心も体も。うん。せっか、明日出る準備をしなさい。午後に幻想郷に向かうわよ。わかった。大川、あなたは明日の朝庭で待ってなさい。今日の続きをやるわよ。そういえばまだやってなかったのよね。そうそう、そういえば何をするの。ひ、み、つ、アドバイスだけしとくわ。死なないでね。え、なに、怖い。こら、せっか、大川を脅さないの。いや、本当のことなんだけど。本当でも言っていいこととダメなことがあるでしょ。本当なんだ。とりあえず大川はもう寝なさい。ロカを直して結構体力消費してるでしょ。そうだね、救護もしてたし、もうクタクタだよ。それじゃあ部屋に戻るね。おやすみ、月下お姉ちゃん、せっかちゃん。おやすみなさい。せっか、第二解放結構使いこなせるようになったのね。うん、なんか、表に出てる戦闘力じゃない内側に秘められた力を感じたの。それに身を任せて力を使ったらロカを圧倒してた。なるほど、石化の第二解放の真骨頂はそこなのかもね。私の第二解放は戦闘力の倍率が何十倍もなるのに、石化の第二解放はたったの3倍しか増えなかった。月下お姉ちゃんはそれを第二解放が不十分だからって考えたんだよね。そう、でも今石化の話を聞いて納得したの。石化、あなたの本当の力は戦闘力という目に見える数値では表せない何か。それを完全に使いこなせてこそ、石化の第二解放は完成する。と思ってるわ。そうだね、私、まだまだ頑張るよ。明日は大川の第二解放を見る。石化から見て大川の第二解放はどうだった？すごい守備力だった。広範囲の爆発攻撃を全て塞ぎ切った。しかもその大川が出していた盾は無傷だった。つまり守備に特化してるってことね。うん、もしあの力を使いこなせればほとんどの攻撃を受け流して、治療も魔法も使える前後万能型になる。そうすれば絶対に戦力になる。そうね、石化の攻撃特化型とは最高の相性かもね。わかった。明日は私が指揮解放した状態で大川に特大破壊光線を放つわ。自らちゃんと第二解放ができて、なおかつ私の攻撃を防いだら合格ってところかしらね。うわぁ、すっごいハード。何言ってるの、私なんか第二解放を極めるために、過酷なトレーニングを数年やらされたんだから、お母さんやお父さんに。そうなんだ、やっぱりそこまでしても完成しないんだね。私だってまだ発展途上、第二解放はすぐにはマスターできないわよ。腫瘍あるのみだね。さあ、せっかも今日は寝なさい。明日から気合い入れていかないと。うん、おやすみなさい、せっかお姉ちゃん。みんな本当たくましくなった。自由に生きて、自分の目標のために頑張る。ちょっと三人が羨ましいわね。私も今回の件が終わったら何か目標を見つけることができるのかな。さて、寝ようか。せっかの生き方、本当は私がやりたかった生き方。だからこそ、応援したくなるんだろうね。私が叶えられなかった思い、せっかに任せるからね。さあ、大川、時間
がないから早速本題に入るわよ。うん、オーカ、今ここで式第2解放をやってみなさい。ここで、すぐ。これはあなたが第2解放をちゃんと習得したかの確認よ。うん、うまくいくかはわからないけど、結果を姉ちゃんが言うならやってみる。さて、戦闘力の変動、力の方向性、性質、ちゃんと見ておかないとね。さあ、やってみてちょうだい。うん、私の第2解放の解放条件は守る力。あの時、私はただせっかちゃんを守りたかったの一心で力を解放した。うん、大丈夫。式第2解放。これがオーカの第2解放。おかしい、戦闘力に変動がない。力の性質もわからないし、どうなってるの。結果を姉ちゃん、この次はどうするの。そうね、私も準備しないとね。式解放。すごい、こんな数字。見たことない。私のプラズマ砲をあなたの力で防いでみせなさい。50億。そんな凝縮されたエネルギーを私が止めるの。言っておくけど、私は本気で撃つ。さすがに近すぎる、距離を空けないと。さあ、私が開発した究極の破壊光線を止めることができるかしら。さあ、オーカ、あなたの力を私に見せてみなさい。音速、光速を超えた神速のプラズマ破壊光線よ。行け。あんなバカでかい力を向けられたのは初めてだよ。でも、これを止めないと私は戦力にはならないってことなんだよね。だったら止めてやる。みんなを守るのが私の役目だ。主要戦か。耐えてみせるよ。行け。来た。結果を姉ちゃん何やってるの。あんな100億超えるエネルギー砲を放つなんて。見てみなさい。防いでる。なるほど、受けた攻撃によって力が変動するタイプか。数値的に受けた攻撃の倍の守備力で防ぐってことね。あれは相当厄介な力ね。でもどうやってあんなエネルギーを。オーカの無限霊力、でしょうね。体力の消耗はエネルギー量によっては激しくなると思うけど、そこさえ克服すれば、究極の盾になるわ。終了よ、オーカ。大丈夫、どこか怪我したところある。うん、大丈夫だよ。大合格よ、オーカ。正直言って、私のプラズマ砲を止められるとは思ってなかったわ。待って、それじゃあ本気でオーカに攻撃してたの。当たり前でしょ。でも止めたってことは守備力は私の攻撃力より上ってわかったでしょ。まあそれはわかったけど、相変わらず容赦なさすぎでしょ。朝から随分飛ばしてたね。ロカ、今頃来たの。ちゃんと遠くでみんなと見てたよ。オーカネイもすごいじゃん。結果ネイのあの攻撃を止めるなんて。ありがとう。あれだけの力を出したんだから疲れるのは当然ね。むしろ倒れてないのは主要の賜物かしらね。いやいや、笑えないよ。とりあえずこれで心残りはないんだよね。だったら少し休憩したら早速幻想郷に向かおうよ。そうね、これで人は揃った。あとはパトを救うだけだよ。メリアちゃんもいるんだよね。久しぶりだな。よし、それじゃあ幻想郷に向かおう。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。